その他人の金を預かって仮想通貨を買うっていう時点で何か面倒なことしか起きないんですよでもそれをやるというのは多分なんかその手間賃でいくら取るとかなんかあの仮想通貨買ったって言って買わないとか何らかしらの横島な目的がある人だけだと思うのでなので基本あのお金を預かろうとするやつはみんな詐欺師だと思いますい。